マックス・クリスティアンゼンは、ドイツ・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州、フレンスブルク出身のプロサッカー選手。SPVGG グロイター・フィルト所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2010年、13歳で、ホルシュタイン・キールの下部組織に入団。1年後、ハンザ・ロストックに移籍。2014年から3、リーガ所属のトップチームに昇格。3月、シュトゥットガルト・キッカーズ戦で、 スタメン出場し、トップチームデビュー。首位を走るチームにおいて、レギュラーを務めた。2014-15シーズン冬、ロストックは、財政難に見舞われ、選手を売却する必要に迫られた。クリスティアンゼンは2、ウンデスリーガの FC インゴルシュタットレイヨンに50万ユーロで、移籍2018年までの3年半契約を結んだ。2019年7月26日、 SV バルトホーフマンハイムへ移籍。2021年5月25日、SPVGG グロイターフィルトにフリー移籍で加入し、2年契約を結んだ。U-17 世代からドイツ代表に選ばれている。U-20 ドイツ代表ではキャプテンを務め、6試合に出場した。リオデジャネイロオリンピックのメンバーにも選出され、銀メダルを獲得した。ありがとうございます。